めちゃうまそうじゃないですか。いやー、やっぱ上品だな。最高。はい、それでは本日の仕入れはこちら。今日の朝競り落としました。綺麗な鯛ですね。神奈川県佐島港から参りました天然のマダイ、活け締めマダイ 1.8 キロでございます。この美しい鯛を1週間ほど寝かしてお刺身にして食べていきたいと思います。それではおろしていきます。見事なマダイですね。ここの尻尾の付け根の太さ、太鼓形、すごいマダイですよ。こちらはまず最初に鱗を取っていきます。はい、それでは鱗を引いてまいりました。はい、じゃあこちらの鯛の中身を抜いていきます。はい、内臓を取ってみました。非常に脂がある鯛ですね。なかなかないですよ、ここまで脂のある鯛は。中身をね、取ってきましたけど、見てください、内臓脂肪がすごいです。さあ、内臓脂肪もきっちり取って3枚におろしていきたいと思います。まずは頭は落としてしまいます。はい、じゃあこちらの鯛を1週間ほどね、このまま真空して空気に触れないようにして寝かしたいと思います。はい、それでは真空してまいります。はい、それではこのマダイが真空をかけて1週間氷の中でね、寝かせてみました。いい感じになってますね。ちょっと開けていきたいと思います。はい、1週間経ったマダイです。いい感じで熟成してきたんじゃないでしょうか。こちらの鯛ですね、ここにナルト骨っていう骨があるんですね。これは天然の鯛にしかない、いっぱい海流が早いところで泳ぎ続けていると、まあ、骨折したりとか鍛えられてこういうね、コブができるらしいんです。天然の脂のある鯛っていうのはね、このナルト骨っていうのがね、入っているということで、この鯛ね、バタリでしたね。それではおろしてお刺身にしていきたいなと思います。はい、それではおろしていきます。見てください、このコブがあるのに、こう包丁がこう入ってかないですよね。この昆布があるのが天然のいいマダイの証拠ということで、こちらの骨は鯛めしで炊き込むようにすると思うんで、鯛めしにするためにちょっとブツブツと切って使おうかと思います。じゃあこちらの鯛を刺身にしていきたいと思います。非常に脂がありますね。こちらのお腹側は皮を引いて、こちらは湯じもにして皮ごと食べたいなと思います。はい、じゃあこちらのマダイ、炊き込むようにするマダイも一回ね、軽く霜降りをします。はい、それではね、お刺身作っていきます。まずね、こちらの鯛、皮を剥いていきます。お腹の方ですね。よし、はい、じゃあお刺身にしていきます。マジやばいっす切っててすごい興奮しちゃう。脂がすごくってきめ細かくって、切っててこんなにね緊張するのなかなかないですよ。最後まだ生きてるわけですからね。出会えてよかった。はい、マダイのお刺身の完成。はい、それではタイの炊き込みご飯を作っていきます。すごいいいタイだったんで、シンプルにね、昆布だしだけでちょっと味付けて、あとはタイの味がね、どんだけ出るかっていうので炊き込みにしたいと思います。はい、まずはね、昆布だしを2合弱ですかね、入れて、お酒とみりん、お醤油、こんなもんですかね。で、ちょっとね、塩を入れます。で、今回は、生姜だけ、生姜を散らして、で、タイを入れていきます。出ました、ナルト骨、ね、すごいっすよ、見てよ、ナルト骨、ね、ナルト骨のとこ入れて、で、鯛の頭をポンと入れて、これで炊き込みにしていきたいと思います。はい、じゃあ入れていきます。はい、それではね、早速マダイいただいていきたいと思います。
お腹のところの脂の感じがね、見るからにうまそうです。テンション上がっちゃいますよこれ。ということでいただいていきます。まずは背皮、皮付きですね。なんか全部バラバラになりますね。1週間熟成、完全にねその日の朝取れた魚でしたから、1週間熟成するとこんななんか柔らかくて脂が回ってるっていう感じすごいしますね。うまっ。じゃあお腹いこうかな。お腹も同じように。でわさびじゅうじ、意外と品のあるうまいっすよ。ということでしみじみと日本酒飲んでいこう。今日はですね、長野県の、書いてありますね、千曲錦の純米吟醸限定品って書いてありますね、を飲んでいきたいと思います。品質の誇る静岡的な美山錦って書いてありますね。 55% の精米具合です。麹米も掛け米も長野県産の美山錦。いきましょう。書いてあります、超低温でもろみ醸し出した純米吟醸です。火入れ囲いも超低温熟成庫でじっくりと熟成させました。心地よい香りとすっきりとした透明感漂う上品な味です。ワイングラスがね、合うということなんで、今日はワイングラスで。これでも華やかで飲みやすい上に熟成の香りがあります。もっと僕、熟成が強いような感じがしたんですけど、やっぱ純米吟醸ですね。うん、華やかで飲みやすくて、その熟成の香りが軽くね、ある感じのお酒です。気持ちいいですね。じゃあ、お腹、大トロの部分。これは塩でしょ。塩と、わさびと、スダッチ。いただきます。うん、やっぱ鯛って上品だな。脂の甘みを感じます。ここは腹側についていた縁側ですね。縁側、これも塩と塩わさびでいっています。うん、この鯛の甘みと脂ですね。天然の魚なんで臭みまるでゼロです。一回みょうがで気を取り直して、今一周食べた感じ、この背のところが自分うまく感じました。塩わさび、ツラッチ、塩って、うん、うまい。僕の好みはこの背の部分が一番好みでした。はい、こちらね、この腹の部分の皮を剥いたので、ちょっと皮のポン酢あえを作ってきました。さっとね、ボイルしただけです。ボイルしてポン酢にあえてるんですね。うん、これは安定のうまさです。はい、それでは炊き込みご飯ができているので、はい、それではタイの炊き込みご飯うまく炊けたでしょうか。どん、いい感じですね。めちゃうまそうじゃないですか。どうしようこれ、このまま混ぜちゃって食べて、まあ、骨はね気をつけながら食べればいいかな。僕魚大好きなんで。ということでちょっと混ぜてしまいます。このままタイのうまみがめっちゃ出てんじゃないでしょうかね。はい、じゃあね、炊き込みご飯いただいていきます。これね、骨あるままもうそのまま骨に気をつけながらね、食べてみたいと思います。いただきます。うん、いやー、やっぱ上品だな。タイの旨味がバッチリ出てますよ。うまい。以外なくね、タイの旨味は全部ここに入ってるんじゃないでしょうか。うん、うまっ。ありました、なるとも。骨がこんなに太くなるってどういうことだ。これ背骨ですよ。これがね、荒波に揉まれて育った天然のタイの、しかもうまいタイの証だって言われてるんですよ。これにね、出会えたことが僕はね、嬉しいな、今日は。じゃあちょっとね、ちょっとタイを堪能したいと思います。おいしい。最高。うん。ほんと日本酒飲みながら、炊き込みご飯を食うの、大好きですね。米をおかずに日本酒飲むなんてね、いいですよね。ということで、今日はこのナルト骨のね入った天然のマダイ1週間熟成させてみました。おしまい。はい、ということで初めてね、今回熟成した1週間どう変わるかいったマダイをねやってみました。すごかったですね。ナルト骨ってこう海流の深いところであんなに大きいのがね何個もついてる、もうなんか初めて見たかな。初め下ろした時に何個うまく下ろせないなと思ったんですけど、そういうねいい天然のマダイだったということで、すごいね期待をして今日食べたんですけど、脂がものってましたし味もあったし美味しかったです。炊き込みご飯もね、抜群に美味しかったです。ただ思ったのは、やっぱり食べにくかったです。骨そのまま入っちゃってたんで。上の骨は一回取り出して、バラして、戻して、全然混ぜて食べた方が食べやすいなと思ったんで、次回からはね、そういう風にしたいなというふうに思いました。ということで、チャンネル登録がまだの方は、ぜひまたチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。うたろうでした。ナイス。